どうも皆さんこんにちは、コマフヘです。今回ですね、 WeepartyU を一人でやっていきたいと思います。メガスゴロクっていう、まあなんかなんだ、ミニゲームして、なんかそれの勝ち負けでめっちゃ有利になったりするゲームですね。まあやりながらやっていきましょう。これコンピューターどうしよう、相手の強さ強いにしましょう。さあ始めていきましょう。いや俺ね、これ友達と一緒にやってたんだよ。今一緒に遊ぶ人いないから一人やってるけどさ。お、やべえよ。え、どこの国の人？え、マジ？これって、これそういうやつ？さあ始めていくぜ。なんか俺一番左が俺だけど、俺もなんか違う国の人みたいな顔してるよね。はあ、順番決めゲーム。さあ何が来るか。まあ、俺結構やったことあるからね。はいはいはい、これね。なるほど、お題合わせてこう回ってくるやつをカチッて止めると。オッケーオッケー、やっていこう。しゃあ、むずは、わかんねえ。はは、なにお前ら。その機械的な動きやめろ。え、あ、遅くなってる遅くなってる。ここ、えい、ー、え、待って待って、3回先にやった方がいいのか。ここ、違う、早い、よし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 、オッケーオッケーオッケー、右下のやつ弱い。待って待って待って、見えた、お、俺。違うよ違うよ、ここ、オッケー、3位。いや強いって思ったより、すごい強いな。まあ、でこれでなんか勝ちの人の方がよりいいスゴロク、違う、スゴロクの数が増えんのかなっていう感じです。さあ、この人、ハイシャン。これ絶対中国設定だよね。長っ。32ってやばくない？もう、あ、でも300マスぐらいあんのか。おわ、すげえ、こいつやば。マジで今ので50マスぐらい進んでるけどね。これありか。お、やばいよ、2位の方が、でかい数字引いちゃったよ。何この、え、コンピューター強っ。その運の方でも強いの。なんなら見せちゃいましょうか、俺の強運を。いきまーす。俺どんぐらい来るんだ。サイコロ4個追加されんのか。いきまーす。うわー、いけー。どうだ、ま、32、33と来たらやっぱり、ほー、12。おいおい、ダメじゃねえかよ。お、さらにサイコロ5回振れるマスだね、これ。懐かしい。懐かしい。俺も一応経験者だからな。経験者だから、ミニゲームでは負けないけど、ああいうさっきみたいな、ね、実力とかちょっと関係ない勝負になってくると、まずい。さあ、俺も30マス近く進んだということで。最下位2個とか濃すぎん、ちょっと。なんだ。いや、まあでも頑張った方じゃない？で、これで？あー、まあ俺と同じぐらいか。だよね。え？あー、オッケー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 。さあ、俺だ！俺だ！さあ、俺だってなんだ？はいはいはい。なるほどね。自分の色のボールを早く入れると。まあこの元サッカー部の俺ならいけるでしょ。俺何色？俺青色かよ。オッケー。さあ、え、意外とむずい。はいはい、これでしょ。え、これいいの？あ、蹴れるのか。あ、なるべく、お前らお前ら、これでオッケーじゃね、俺。ほらほらほら、え、はあ、は、何お前、お、切れた。え、あ、青あったんかい。わあ、俺が黄色蹴っちゃったよ。俺4位になった。ああ、経験者が、こいつやばいでしょ。はい、ざまー。いや、まじ、確率操作もんだろ、これ。やーばー、待って。え、もうそこあれじゃん。関門の目の前じゃん。行かないで。行かないでくれ。あー。20マス先に行っちゃったよ。で、結構遠いな。俺がさ、2個しか触れないってさ、これだいぶ問題だよね。行くぜ。さあ、俺の。ま、でもうまく20マスの、最後の方に止まってくれれば、ええんちゃう？ふざけんな！違うだろ！おい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 ！
1位の人がやったサイコロの1つにも書いてないぞ。さあ、まあでも、まあでも、ねえ、着々と近づいてきてるんじゃないですかね。まあでも次ミニゲームで俺がこれ1位取ればいいってことでしょ。任せろ。はい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 。この真ん中の人が出すパネルをスッて出すんですよ。これは、あの反射神経なんで、これ僕絶対得意ですよ。100% 勝ちます。あ、これ、あ、なるほど、それ以外を出すのか。いきます。はい。よし。これ、真ん中の人のを出すんじゃないんだね。これ、絶対勝つよ、俺。はい。反射神経なら負ける気がしない。はい。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。パーフェクト。あと2問。来た！早い。オッケー、オッケー、オッケー。はい。はい、完璧。しゃー強すぎる。いやー、コンピューターもこんなもんか。まだまだだな。やったー、1位だー。さ、引きますか。これで、あのね、あの一番先にいる緑の人、あそこに一回関門があるんだよね。いきまーす。ほっ！来い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 。さっきまで、なんかやばいぞ。なんかすごい、あー、なんか中間的になった気がする。どう？悪くない。あ、いいやん。いいやん、いいやん、いいやん。よし、これでいいところ行って。ビリを助け！俺が助けて欲しかった、それは。なるほど。シャオトン助けちゃったね。えい。30マス？俺、いいやつすぎん？あ、同じところ来た。これ奇跡じゃん。これもしかして運命かもしれんな。でも、先に橋を下ろしてくれれば、結構後々楽なんでね。頑張れ。わー、こいつすごいな。ここで橋落としてくれる？何以上か出ればいいんだよね、これ確か。チャレンジタイム。やっぱ全然見てなかった、今。全然見てなかった。多分4以上。これ OK だべ。あ、大丈夫だ。ありがとう。あ、違う！そういうこと？あ、バカ。バカ。ダメだった。わー、こいつかわいそう。今来た道戻されちゃったよ。さっきまでいい感じだったのにね。このスゴロク結構何やるかわからないから、そういうところが結構楽しいよね。大きい数が出たからといって必ずしも勝てるわけじゃないんで。めっちゃ小さい数字出したな。まあだけど、大事なのはこの先だからね。落としてくれ。これじゃ奇数が出ればいいんだね。135ですね。頑張れー。頑張れ頑張れ頑張れ。ほっ、いい！さすが！ありがとう！これ多分みんなもね、いけるようになるんですね。ナイスー！どこ止まる？ほー！こいつなんかいつも前にいるな。いつも前にいる。そろそろ、俺の後ろに落とす時なんじゃないかな。よーし、ミニゲーム！絶対に負けんぞ。はいはいはい。あー、このゲームね。これは、眉毛のある鳥を見つけて、一番最初に取った人が勝ちっていうやつですね。どこだ？行くぜ。俺左上だね、多分。眉毛があるやつ。は？あ、いた！いたいたいた！待って待って。しゃー！やった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 ！やったー！今なんか左下のやつがフェイントで写真撮ったから、俺終わったかと思ったわ。さあ、来た、橋が降りて1位取った。これもう完全勝利でしょう。ああ、よかったよかった。よーし。さあ、行こうじゃないか。頼むぜ。これで30以上とりあえず出せればいいかな。うわ、悪くないんじゃない？悪くないよ、これ。めちゃめちゃ悪くない数字出た。すげえ !40 出た！やったー！これ1位、あ、抜かした！ビリを助けー！俺どんだけ？俺めっちゃいいやつ！いいやつだな。仕方ねえ。また30引いちゃったよ！これめちゃめちゃ前来るじゃん。ワンチャン1位抜かすんじゃね？
あ、そう、え、どんぐらい来た？よくわかんないけど、とりあえず結構来たぞ、この人。あ、待って、俺今1位抜かされたな。あれ？これビリお助けしたやつだよね。9出したら、あ、大丈夫か。あ、ビリお助けした。ビリお助けしたやつがビリお助けして、またこいつがビリをお助けして、なんかちょうどいい感じになった。さあ一番下位のやつが、あ、これ本当にいい感じじゃん。あ、みんな近っ。みんな近っ。ビリお助けしてビリに負けるっていう。さあターン5来た。なに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 。え、くるくるスピンして、なるほどね。なるほどね。これ結構チキンレースみたいなところあるね。で、最後のポーズで正面を向くことができれば、なんかポイントが高いらしい。よーし。頑張ってほしいものだ。行くぜ！ああ！回れ！回れ！おいおいおい！来た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 ！これが、これが本気だ！今、横向いた！1位だー！さあ、これが、え？違う！待って！そうだよね。よし、危ない危ない危ない、みんな横向いた。よしよしよし、赤は多分止まれなかったんだね。これが、人間の力だ。よし、これで俺、ま、でも今一応2位なんだよね。これででもどんどん差がつけられるかもしれん。ほら、言うてなんか3個ぐらい前にいるだけだし。さ、また45へ頼むぜ、来い、いいの来い。あ、普通、いや、悪くない、悪くないよ、これ。うわぁ !41 来た、また来たよ。あ、これ多分ビリお助けでね、なんか助けてあげたから、ちょっと、運が良くなってんのかな。あ、こいつ、まだまだだな。こいつどこに止まんだ？あ、こいつビリお助け止まった。すげえな、みんながビリお助けする感じになっちゃってるよ。何を出る？イエーファー！まさかだよな。まさかまさか。え？あ、そういうことか。並ぶってことか。へえ。え、めちゃくちゃいいやん。お前めっちゃいいやつやん。あ、ビリお助けしてもらったやつ。6？ あ、もしかしてこれ、待って。ミニゲーム当たるぞ。1V3。来たー！これは、こいつが1で、他の3人でバトルです。で、そうだね。この人が勝つと、サイコロ5個、振れるらしい。さあ、行きますか。なるほど。これは、その一人側が透明人間で、なんか、踏むと光る床があるらしい。で、そこで、なんか、あ、こいつここにいいんだなっていう感じなのを見つけて、行くという、それで逃げるんだね。やばいな、こいつ。ビリお助けでなんか進んでるようなやつだからな。お、いた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 。俺らが見つければいいのか、これ。今囲んだ気持ちあったぞ。どこだ？こっち側に行ってるか。コンピューターの動きだからわかんないぞ。お前ら！お前ら！お前ら！その人間離れした動き、やばいぞ。なるほどね、そういう動きをしてたんだ。きっと見えてたんだろうね。助かったー、ありがとう、マジで。いい奴らでよかったよ、ほんとに。これは、まあ、ビリお助けした甲斐があったね。あ、やったー、2個振れるサイコロ。いいの出ろ。お、ゾロ目。これ、ゾロ目ボーナスとかないのかな。あ、来た、ゾロ目ボーナス。もう一つ振れるんだよね、確か。あ、違う、すごい、なんか、うん、すごい。あ、でもまあ、え、すごいよ。俺のターンじゃないもんね、これ。やば !26 出ちゃった。めっちゃ強くね、俺。オッケー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 。やばいゾーン超えていく。オッケー、危ねえ。みんな、二つずつ引いていくんだね、多分これで。7？ 待って待って。あ、でもこれは、止まったマスに、なんか何もないというか、何も発動しないんでね、大丈夫です。ああ、これ好きな動物に乗って、なんかスタミナを調整しながら、ゴールに行くっていうやつで、これスタミナ管理がめちゃくちゃ大事なんですよ。でも、俺このゲーム、分かってますよ。さあ、何を選んでいこう。お前ら、全力のスピードが速い。これだね、やっぱり。シマウマ。
俺かわいい。これね、あのね、最初はね、割と残しとく方がいいんだよね。1回、2回。でね、あの、左上にマップがあるんだよね。で、これね、やばい、やばいと思うじゃん。これまだまだなんですよ。この際やばいよ。ま、一番最初のダチョウなんてもっとやばいかんね。このキリンがちょっと賢いな。ちょっと待ってね。ここを一番に来たらへん。ここここで、これ、一番最後まで使い切ると、なくなっちゃって疲れちゃうから、来た来い3位、3位、あ、来た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 、来い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 、やったこれだよ、このギリギリスタミナ余らせとくと、本当に、あのね、これ全部使い切っちゃうと、動物が疲れて一気に遅くなるんですよ。ほら、これ俺1。いやー、完璧。いやいや、こういうところだよね。よっしゃ、引いていくぜ。これ、あ、そこ壁に当たんのか、俺。まずいぞ。ちょっとここまでうまくいきすぎた。これ普通かな？いや、悪くねえ。悪くねえぞ、これ。すごいな。なんかさっきからサイコロ運がいいが、ここで、何マス以上出さなきゃいけないんだ？チャレンジタイム。頼む。5個打って緑のランプが1つでも出れば突破できる。あ、これ簡単じゃん。あ、違うな。これ6分の1のかける確率だ。あ、でもめっちゃ出たわ。やった。すごい。めっちゃ出た。で、これで、さっきのマス分進めるってことだよね。いきます。やば！あ、俺もうこれ余裕で一人勝ちできちゃうかもしれん。なに？こいつ！2位のやつ、なかなかにいい数字を出すけども、まあさすがに、P を助け。お前は優しすぎんだよ。これでまた UFO 来たらまずいけどね。ああ、でも10マスは、まあ一番愛のない。けどまあ十分だろ。今、まあこれが最下位。いやでもゾロ目だぞ、ゾロ目。ゾロ目ボーナスで、いやこれを狙ったんだな。やるじゃねえか。めっちゃ喜んでる。で、そうだよね。ゾロ目ボーナスするともう最下位とか関係ないもんね、これ。まあ、最下位は逆にゾロ目が出やすいマスでもあるから、そこ狙っていけるかもね。これもう一気に2位までいけんじゃね？お、すげえ。右にさ、ちょっと出てるじゃん。これが、あの、おい！マジこいつ！めっちゃすげえじゃん。そう、これが順位みたいな感じ。一番突き出てる青いのが僕ですね。ああ、まあまあ、これ普通みたいな感じかな。でも十分進んだぞ、これ。2位に君臨する？していく？して、あ、したよね。やば。ビリからサイコロ今12個ぐらい回したぞ。さあ、俺だけ今めちゃめちゃ、あ、これ今ビリの人が決められるんだよ。このミニゲームを。で、俺このミニゲーム知ってます。うん。これ、ゴール地点があって、どこら辺から滑ったらゴールに一番捕まる、うん？ゴールまで行けるかみたいな感じですね。これお手本プレイで、この赤いところまで行けばいいのか？この人。あ、そう、これね、お手本プレイ見た方がいい。あのね、ちゃんと、このやつでどこまで行くかっていうのがわかる。おーっと！なるほど！この、赤より、あ、赤いやつより、あれだから、さっきの人ね、ここら辺で滑ってなかった。おい、緑？何やってんの？俺ね、ここ！お前ら！コンピューターさん？おい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 ！ああ何も学ばないタイプ。マジか。お前らなんかすげえ似たようなところから始めるっすよ。あの一番最初のさ、緑のやつなんて一回、お前どこまで行くんだみたいなところまで行ったけど。やるじゃねえか、ちょっと待って。4位の時の俺、鼻の穴しか見えてねえぞ、これ。ああ、1位のやつ来ちゃったよ。こういう、こいつ次第で、俺負けちゃう。こいつめっちゃいい目出した、これ。41とか行くんでね。41いった！ 41出やす！さあ待って。ま、でも大丈夫だ。俺には迫っているけど、俺は抜かれていないね。さあ、こっからね、ちょっとね、みんなのサイコロ確認していく必要があると思う。まあまあ、これは悪くはない。うん。ま、でもこれ、あれ？これ2位のやつ抜かす説ない？あ、抜かさない。この、最下位、あ、こいつで、あ、そっかそっか。最下位俺だわ。最下位俺だわ。こいつまた4個とかか。
でこいつなんか何かとなんか持ってるね、プレイヤーなんでね、ちょっと困るな。あ、だけど13はやばいぞ、これ。うん。さあ、俺が行きますが、ま、これちょっと、12とか出したいな。ゾロ目とかどう？どう？あ、惜しい！ 9 ってなかなかいいぞ。やったやった。また突き放したところはある。なんか止まれ。あー、惜しい！ターン8、順番決めゲーム。またね、これ最下位の人が決められるんですね。あー、これね、困る。これ困る。これはもう実力とか微妙だかんな。まあ、これは、リンゴをたくさん拾うんだけど、拾うんだけど、たまーになんか、ダメ取っちゃいけないものがあるんでね、それを気をつけてねっていう感じです。おーっと。まあ、これワンチャンいけるかもな。俺が前に陣取ればいいんだよ。お前らやばくない？さあ、今、なんか落ちてきてるトゲのリンゴ？これがやばい。ざまー。やばい、めっちゃ出てる。はいはいはい。あ、そっか、リンゴ落ちた時もね、結構拾えるからね。俺が、あー、これやばい！やばい、どんどんリンゴ拾えなくなってきた。トゲ、トゲ。危ねえ、今。かわしたぞ。さあ、これ圧勝しちゃうんじゃない？楽勝で！楽勝だー！いやー、ダブルスコアつけたね。ワンチャン本当に、この次、これでめっちゃいいところまで行ったら俺この次で上がれるかもしれん。これマジね、これマジで。いけるいける。お、万年最下位だったやつが抜け出したぞ。さあ行きますか。俺残りのマスがね、61でしょ？本当にあと2回でいけんじゃね？さあ、いいの出ろ。光ったよ、今、光った。あー、まあ、普通か悪くない。悪くないな、これ、でも。うん、悪くない、悪くない。いい、マス、止まれ。うわーっと!1V3 が来てしまったここで、俺対コンピューターのバトル？やってやろう。ゲームパッドやるか。よーし。何のゲームだ、これは。なるほど。なんか、コンピューターたちが逃げて、俺はそれを見つけて写真を撮るっていうあれだね。なるほど。おいおい、人間舐めんじゃねえぞ。行くぜ！スタート20秒で。あ、これ回すのか。待って、実際に、待って、体ひねるんだけどこれ。え？いない？いない？待って待って。お前ら強くない？どこどこ？はい。おい！どこマジで？え？あ、痛い痛い痛い。あ、体が体が！ああ！待って、これ普通に負けたよね。1枚、2枚、待って。誰も見つけられなかったんだけど、コンピューターズいや、そりゃないだろう。え、わかんなかったべ。今、絶対なんか噴水の下とか行ったべ。いやー、やられたやられた。やばこいつ !6 でゾロ目を出しやがった。強運すぎる。なんなのこいつ。めちゃめちゃ運が良すぎる。何もないところで34を出していく。待って、近づかれたよ、これ。近いね。近いけど。いや、困るな。困るよ。みんなそんなでっかい数字出したらいい勝負になっちゃうじゃないか。ここで、俺が勝って、おっと？来たー！これかー！これはまあ、運なんで、これはちょっと難しい。これちょ、CPU に分があるね。どっちに行くかっていう、右か左か、上か下もあった気がするな。進路を選べ、だって下に行きましょう。俺どうみんな下来たってことは下が正解なんだな。おい、コンピューターずるいぞお前ら。お前らずるいぞ。まあ2回来たら3回目もあると思うからね。下なんですね、これ。でもね、お、これはね、きっと、おコンピューター、お前らがマジで頼りだ。これあと何回あるんだ？ 5 回ぐらいあんのかな？は。
左です。おっとおっとおっと、弾き出してく。おい待ってお前らちょっと強すぎん。そして来た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 。これはねちょっとね左なんだな。みんな右行こうとしてるから、これ右じゃない、右ー。あー、このコンピューター、ちょっと待て、お前らが行く方に当たりあるんだな。え、太陽上に行こうとしてんね。上だよね。おっとこれどうなんの。太陽からの行こうとしてる。みんな左に行ったよね。おわオレンジ、オレンジ、お前勝ちたいがためになんか使ってるだろ絶対。さあこれ最後待って、2位ね、これ同率だと最後サイコロで決めなきゃいけないんだよ。まずいなー、この一番左のやつに勝たしちゃったのはこれまずい。来い !2 でしょ?やった!やったー!これで俺が2位だ。まずいな、こいつに、ちょっとゴールに行かれるとね、まずい、本当に。よくない。あ、でも46マスでしょ?これいけんじゃない?なんか全部ゾロ目とか出さない限り。まあ、あとなんかほとんど6みたいな感じがない限り、大丈夫だね。まあ悪くない。これで、いいマスに、あ、悪いマスに止まってくれれば俺もにっこりなんだけど。ビリお助けか。待って、一番後ろのやつ。緑か。緑さ、めっちゃ順調だったのに、今、めっちゃ下の方いるからね。やばいよ、それは!お前やばいよ、それは!ビリ1位まで来させちゃったよ。え?何、お前ら。まあでもこれで俺多分これ19マスでしょ、これゴールつくんだよ。ここで決めるしかないんじゃないですか。うわー、これ絶対ついたな。19は超えた。さあこっからだ。28いきます。最後何マス出せばいいんだ。これね、ミニゲームで勝つとその分触れるからいいんだけどね。チャレンジタイム、待って、これ1回じゃ、あ、サイコロ10個振って40以上が出ると突破できる。いくぞ。さっき俺41出てるからな。頼む!俺の運よ!来た!え?いいんじゃない?いいよ!やったー!やったー!イエーイ!お前らも、まだまだだな。やったぜ。うわー!すごい!最後のこれは強運すぎたな。優勝!あ、胴上げされてる!やったー!優勝した。次へ。やったー!でも結構いい勝負だったね。うん。いやでもこれ、正直、一人でやっても楽しめるゲームになってるんじゃないかな?うん。わかんないけど、あ、すごく強いが選べるようになりましたね。ということでね。今度はね、友達呼んでやってみたいと思います。ってことで、ご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃらん。